平寸湖周辺の地図、平寸湖、平ン湖は、カナダ、ヌナブト順州のエルズミーア東北部にある湖。カナダ最北の湖とされることも多いが、詳細な地図では、1 0 0トル以上北の場所まで湖が記載されている。平寸湖のすぐ北東には、ターナバウト湖がある。さらに北には、アッパーダンベル湖とローワーダンベル湖があり、アッパーダンベル湖は、 カナダ最北の集落アラートから南西に5 2トルの場所にあたる。ヘズン湖の北東端はアラートから南西に1 1 8トルになる。北極圏にある湖ではヘズン湖は大石では最大、面積ではロシアのタイミル湖、フィンランドの稲荷湖に次いで3番目の大きさである。ズン湖は長さメートル、幅は最大メートルで、 面積は537.5平方キロメートル。北緯81度40分整形72度58分。北緯81.667度整形72.967度。81.667-72.967から北緯81度56分整形68度55分。北緯81.933度整形68.917度。 81.933-68.917にかけて南西、北東方向に伸びている。水深は最大で269メートル、推定水量は51.4キロメートル3。湖岸の長さは185キロメートルで、水面の標高は158メートルである。いくつかの島があり、最大のジョーンズ島は長さ7キロメートル、 幅は1キロメートル未満である。他には北東の岸付近にガッター島、クレー島、南の岸付近にホイスラー島、ダイアス島といった島がある。湖は1年のうち10ヶ月ほど氷に覆われている。周辺の有利加工地からの氷河から水が供給されている。氷河のうち最も重要なものはヘンリエッタ・ネスミス氷河とギルモア氷河である。湖からは 長さ1 5トルのラグルス川を経て、エルズミーア東北部東岸のチャンドラーフィオルドへ流出している。ヘイズン湖周辺は、極地砂漠内のサーマルオアシスで、夏季には気温は最高摂氏20度になる。湖のある場所は、クッティニルパーク国立公園内である。チューレ文化の遺物が2004年に、ヘイズン湖付近で発見されている。1882年。 アドルファス・グリーリーが彼の1881年から1883年に探検中にヘイズン湖を発見した。グリーリーは探検隊を組織したウィリアム・ヘイズンにちなんで湖に命名した。1957年国際地球観測年の際にキャンプ・ヘイズンが湖北岸に設けられ、それ以降科学者によって使用されている。ヘイズン湖には大型及び小型の北極イワナが。 生息している。ありがとうございます。